TSMC の県内進出を受け、熊本市は現在、関連企業の集積地として、北熊本スマートインターチェンジ近くと、県道103号、通称第一空港線の沿線に、合わせておよそ48ヘクタールの産業用地の整備を進めています。市はこの産業用地への企業誘致を見据え、先月市場調査を行いました。その結果を昨日の市議会で報告し、不動産業や建設業など9つの事業者から寄せられた意見から、半導体関連企業に限らず物流拠点としてのニーズが高いことが明らかになったということです。市は再来年度中の整備完了を目指しています。